の前で、あのお客さんの前で焼かせていただく鉄板焼きで、神戸牛を扱わせていただいている、はい、ステーキハウスになります。神戸の真ん中、三宮ですね。三宮駅からもう徒歩2分ほどで来れる場所で、はい、させていただいてます。神戸牛、大きい和牛の中の、神戸牛一つのブランドでありまして、兵庫県で生まれて兵庫県で育った但馬牛の中から選ばれたものが、まあ、神戸ビーフ、神戸肉となって、はい、皆様にご提供させていただいてますね。神戸、ムスリムの方も結構たくさんお住まいの方もいますし、ご旅行で来られる方もたくさんいまして、我々もそれに対応したお食事の提供ができるのかということを試行錯誤させていただいた中で、はい、始めさせていただきました。今通常の鉄板にハラール対応の鉄板を乗せて使うというような形ですけど、はい、このハラール対応で使わせていただくものに関してはもう他のお客様には使わないということで、はい、そういう形でさせていただいてますね。皆様やっぱり明るいお肉を本当に楽しみにして来ていただいてる、うん、この神戸牛をメインで食べたいと思ってっていう、その気持ちっていうのはやっぱすごい強く来る方としても感じるので、より良いものを出したいっていう風に逆にすごい刺激を受けますね。はい、初めてっていう、これはすごい嬉しい一言ですね。お肉、牛肉っていうのはやはり皆さん召し上がったことあると思うんですけど、これは初めてっておっしゃっていただくことは多分何度かあるので、やはりソフトとかジューシーとかいろんな表現はありますけど、本当にこんなのは初めてっておっしゃっていただくのが、ああ良かったなって思う瞬間ですかね。Very delicious. Very tender. Very soft. 日本からもどんどん神戸牛もそうですし、和牛っていうのも輸出はされていくんで、多分日本に来なくても食べれるとは思うんですけど、日本でもそのステーキを食べるっていう時に鉄板焼きで食べるって、こう目の前で焼いて出来上がりをできる途中からですね、ずっと出来上がっていく途中をずっと見ながら、音を聞きながら、匂いを嗅ぎながら、その全部こう集中してそれを食べるっていう、その感覚というのはその鉄板焼きでしかないんで、その鉄板焼きっていうのを楽しんでもらいたいっていうのが一番そうですね。はい、もう目の前でシェフが立って、そこにお客さんがリクエストすると、もう少し焼いてほしかったらもう少し焼いてくれというふうに言いますし、もう少し小さく切ってくれとか、いろんなリクエストあります。逆に大きく切ってほしい人は大きく切ってくれみたいな、そういうことをもう言って、それが目の前に出てきて食べれるっていうのが本当に一番良さで、ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ぜひ神戸にお立ち寄りの際は神戸牛ステーキ桜に、はい、来てください。お願いします。